はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコレクト2ダイブ始めていきましょう。すごいな、1万。虹がない。サプライズはどうだ。ダメっぽい。これはなんだ？よし、捕まえた。モニカ。ああ、またモニカ姉ちゃんに捕まっちゃったよ。姉ちゃん、足早いんだよな。常日頃から鍛錬を続けているからな。軍人たるもの、体力は基本中の基本だ。体力なくしては何もできぬからな。さあ続きを。いや、鬼ごっこはしばし休憩だ。そなた何か心配事があるのだろう。朝から浮かない顔をしているが、さっきもすぐに捕まってしまったしな。え、そんなことないよ。俺モニカ姉ちゃんとの訓練楽しいし。取り繕っても軍人の目はごまかせんぞ。悩みがあるなら話してくれ。ああ、モニカ姉ちゃんすごいや。なんで分かっちゃうの。盟友の窮地を見過ごすことはできんからな。うん、あのね、姉ちゃんも知ってると思うけど、俺のばあちゃん広場の脇のレストランやってるだろ。うむ、私も行ったことがあるぞ。隠れ家的な立地ながらいつも満員でなかなか入れないが、キッシュが最高に美味しかった。食後のコーヒーにミルクをたっぷり入れてくれたこともあったな。砂糖も最高の塩梅で、気候も一度ならず行ったことがあるだろ。兄ちゃんも知ってるだろ、ベーコンもソーセージも美味しくってさ、俺も大好きなんだ。だけどばあちゃん腰を悪くしちゃって。腰を悪くした。もう店には立てないんだってさ。なんと、それは知らなかったが、残念だ。少し前に行った時は元気そうに見えたのだから。それで大人の話だからってみんな教えてくれないんだけど、俺知ってるんだ。ばあちゃんが店閉めちゃうこと仕方ないんだってさ。土地と建物はずっと前から借りてるものだから、定期借地権、店やってる間は家賃を払わなくちゃいけないだろ。店閉めたら家賃も払えなくなって、ばあちゃんの店すぐ取り壊されちゃうかもしれないんだ。なあ姉ちゃん兄ちゃん、どうにかする方法ないかな。ばあちゃんこのままじゃかわいそうだよ。ん？兄ちゃん、いいの？かわいそう。本当に？キコ、こら、そうやっていつも衝動的に動くのは悪い癖だぞ。私はそのギルドマスターとして市井の人々の役に立つことを常に考えているからな。市井？
って何のことかわからないけど、姉ちゃんも兄ちゃんもありがとう。ばあちゃんきっと喜ぶよ。それはどうかな。まずは話を聞いてみよう。まあまあ、そんな話をしてくれたの、ありがとうね。でもいいのよ、よその人たちに迷惑をかけるわけにはいかないでしょ。けどモニカ姉ちゃんも兄ちゃんも本気で店をどうにかしようって言ってくれてるんだよね。そうだよね兄ちゃん姉ちゃん。ああ、いろいろと考えられての決断だとは思うが、せめてこの店の形だけでも残せないかと相談してな。以前のようなレストランは私には無理だし、真似をしたところであの絶品のキッシュやソーセージを作ることはできまい。だが皆が愛したこの店をせめて形だけでも残したいと思ったのだ。突然のことで不安に思うかもしれないが、一度やらせてみてもらえないだろうか。嫌です。そうね、あなたたちの気持ちはとっても嬉しいわ。この子がそう望むなら願いを叶えてあげたい気持ちもある。何しろ生まれる前からこのお店にいたようなものだものね。父ちゃんと母ちゃんここの店で出会ったんだって。そんで俺、母ちゃんのお腹の中にいる時からばあちゃんの作った料理いっぱい食べてたからさ。懐かしいわね。よし、それじゃあ決まりだな。でもあなたたち、レストランは無理と言ったわね。何をするつもりなの？よく聞いてくれたな。ここ我がバイスフリューゲルランドソル支部ギルドハウス出張所とする。え？バイスフリューゲルランドソル支部ギルドハウス出張所。すげえ、なんかかっこいい。そうだ、かっこいいだろ。で、それって何を売る店なの？お菓子とか？何も売らんぞ。我がバイスフリューゲルランドソル支部の出張ギルドハウスといったところだな。ギルド活動の拠点にしたり、メンバーを募集する窓口としたり、依頼を受けたり、ギルドとしていろいろな業務をこなす場所だ。いかんせんまだまだ知名度低めの我がギルド、これを機に町内の皆様方に知っていただくのだ。お茶とお菓子で楽しんでもらいつつ、気軽に依頼が受けられるような場所にしよう。レストランとは違うかもしれないが、きっと皆に愛されるはずだ。そしてそうなれば当然依頼はバンバン入り、所属希望者がどしどし訪れ、ギルドの評判はうなぎ登り。ってことはまずどうするの？まずは皆の憩いの場としてこの場所を活用してみようと思うぞ。待て、まだ焦燥というものだ。この場所はまだ内緒にしておきたい。せっかくなのだ、バーンとかっこよく内装を作って立派な出張所にしてからの広めていくぞ。みんなをわっと驚かせてやりたいのだ。いいか、誰にも言うな。これは軍人としての約束だからな。ギルドハウスはできないのだ。そ
カフェなのかギルドなのか。いらっしゃいませ。あ、どうだ。それっぽく聞こえるか。私もまさかこんなことになろうとは思ってもいなかったのだ。だが乗りかかった船だ。今更降りる道はない。気候も付き合ってくれ。ミッションをクリアすると、じゃあ行きましょう。破滅を望むか。あ、死んだ。嘘。かまく見ない方がいい。おっと。気配を消すのもなかなか簡単じゃないですね。私くらいビッグなオーラの持ち主だとなおさらです。お兄さん、何か言いたそうな顔してるですね。タンク3。もう一回戻ろう。まだいる。なんとか勝った。勝利は確かにいただいたです。いただくですよ。お、また。あんまり暇だからおしゃべりの相手になってもらっちゃいましたね。おかげで楽しい時間が過ごせました。ありがとうございます。キサランク2到達。
焼きは全然違うにゃ。まさか君にたい焼きと焼き芋についてレクチャーする日が来るとは思わなかったにゃ。あれ、ここのお店閉店したのかにゃ。看板もなくなってるし、中に人の気配もないにゃ。人気のお店だったのににゃ。君、何か情報を知らないかにゃ。みんなをあっと驚かせてやりたいのだ。いいか、誰にも言うな。これは軍人としての約束だからな。なんか歯切れが悪いにゃ。もしかして何か隠し事でもしてるのかにゃ。事情があるならしょうがないにゃ。いい場所だから、もし空き店舗ならここでたい焼き屋を開くのも良さそうだと思っただけにゃ。けど、やっぱりちょっと難しいかにゃ。さ、商売商売だにゃ。たい焼き、たい焼き。あ、え、お前はいつもご飯を食べに来る猫だにゃ。手伝ってくれるのかにゃ。やつだにゃ。あれ、猫ちゃんがいる。こんにちは。撫でてもいい？ちゃんと挨拶できる子は猫も撫で撫でさせてくれるにゃ。うん。また別の日。さあ、これから内装工事を始めるぞ。お、駄菓子に関するものが多すぎる。何を言うか、ギルドハウス出張所を構成する大切な要素だ。急いで運び込もう。日暮れまでにできることはやっておきたいからな。せーの、今度は急に軽くって飛行が持ち上げてくれていたのかって。こら、私ごと持ち上げようとするな。私は細かいものを先に運び、何か気配がしないか。ねえ、やっぱり忍び込むなんてダメだよ。見つかったら大変だよ。探検といったって、せめて持ち主に許可を。だけどそれじゃあ探検にならないじゃん。見てよ、人の気配もないし。ここ秘密基地にしたら絶対いいでしょ。入り口に罠とか仕掛けて。こら、そこで何をしている。飛行の友人だったとは。ここは
私がギルドハウス出張所として使うべく借り受けたのだ。まだ誰にも内緒なのだがな。え、じゃあやっぱり秘密基地なんだね。ねえねえ、手伝ってもいい？手伝ってくれるならありがたい。助力を頼んでもいいだろうか。何分人手が足りなくてな。うん、この箱を開ければいいの？何が入ってるのかな。これ、この飴って町外れのお店の。私これ大好き。遠くてあんまり買いに行けないんだけど。あ、このスナック知ってる。食べると口の中で暴れるんだよ。ああ、いい匂い。そうか、そなたらも駄菓子が好きなのだな。うん、大好き。この飴の瓶、窓辺にこうやって並べたら可愛いよ。ほら、光を反射して宝石みたいに見えるの。本当だ。ここに旗かけたらどうかな。よいしょっと。こうやってさ、団員募集。さっきも説明しただろう。我がバイスフリューゲルランドソル支部は新規ギルドメンバーの募集をしているのだ。そなたらも入らないか。今現在こんなにも貢献してくれているのだし、歓迎するぞ。何しろ駄菓子の良さを知っている。なかなかの目利きと見た。うん、甘いものは大好き。だけど私たちもうリトルリリカルに入ってるから。なんと。わかった、ならば仕方がないな。そなたらの助力には感謝する。お礼は飴くらいしか渡せないのだが。やったー、ありがとう。さっき運びながら美味しそうだなって思ってたんだ。うむ、私もお気に入りの飴なんだ。このチョコもいいぞ。クッキーが中に入っているのだが、歯ごたえがサクサクでたまらないのだ。本当だ、おいしい。あとはこれとこれと。あ、もうこんな時間、帰らなくちゃ。秘密基地建設まだ終わってないよ。だけどあんまり遅くなったら怒られちゃうよ。わかった、絶対絶対。また手伝うね。うむ、よろしく頼む。我らはもう同盟だぞ。同盟？どんなことがあっても助け合う仲間ということだ。固い絆で結ばれているのだから、困った時はいつでも助けに行くし、何もなくても遊びに来てほしい。ないだろうか。飛行はどう思う？見ろこの棚を。駄菓子がこれでもかと並んでいるぞ。私の厳選した美味しい駄菓子でここにやってきた者の心を胃袋ごと掴むのだ。きっとすぐにギルドメンバー希望者が現れるはずだ。れっきとした勧誘だろうが。ほら早速。
来てくれた人をお茶と駄菓子でもてなす場でもある。
そうだな。貴公がそう言うならば、駄菓子屋を兼業するのも悪くはないかもしれんな。もちろん本業はギルドハウス出張所だが、誰かの喜ぶ顔が見れるのは嬉しいものだな。うん、なんだろう。ギルド管理協会です。アイテムか。お疲れ様です。ここではどう。最近面倒を見てる猫たちが増えた。さあ1-3です。行きました。お前に未来はない。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。いただくですよ。うん。お、さらに傷レベル、傷なく上がった。かくれんぼがやりたい。あなたが大人なのに子供っぽい遊びが好きですね。仕方ないから付き合ってあげますよ。傷なくアップ。お、キャラクターか。
48 49 50。もういいかい、もういいよ。よし探すよ。二人とも覚悟して。あなた、いつからここにいたんですか？びっくりさせないでください。今ですか？ミミとミソギとかくれんぼをしていたんです。かくれんぼ知らないのですか？相変わらず大人なのに変な人ですね。鬼役の私が隠れている友達を探す遊びですよ。もしかしてあなたも一緒にやりたいのですか？大人なのにかくれんぼだなんて。でも素直なところは好感が持てますね。友達がいない一人寂しい人を放っておくのも気が引けます。仕方ないですから混ぜてあげますよ。それではもう一度50まで数え直すので隠れてくださいね。1 2 3 4 5。48 49 50。もういいかい。よし、それじゃあ探しますよ。覚悟して。ってどうして隠れないでここにいるんですか？かくれんぼがしたいのではないのですか？え、鬼役の私を手伝いたい？ダメですよ。何を言っているんですか？かくれんぼはそういう戦いじゃなくてですね。いいですか？かくれんぼの鬼役は一人なんです。鬼が二人になったら卑怯ですよ。隠れているのも二人だから卑怯じゃない。そういう問題じゃなくて、かくれんぼの鬼は一人で大勢の相手をするもので、たとえそれが1対2でも1対3でも1対100でも、かくれんぼの鬼は一人で戦うもので、確かに理不尽ですね。あれ、鬼が二人でもいいのかな？ダメに決まってるでしょ。京花ちゃん、お兄ちゃんを独り占めしちゃいけないんだから。ミミ、ミソギ、ずっと聞いていたの？兄ちゃん、こっちに絶対見つからない隠れ場所があるんだよ。特別に教えてあげる。早く早く。ダメだよ、お兄ちゃんはミミと一緒に隠れるんだから。二人とも勝手に出てきて隠れんぼにならないじゃない。あなたのせいですよ、まったく。まだいける。鉄棒も逆上がりも
ないのですか？それで手伝うと言われても。いいですか？逆上がりというのは、この鉄棒を握って体を回転させる技です。ええ、そうやって握って。よくわからないから見せてくれ。だから私はできないんです。そうです。そうやって足を蹴り上げて、胸を鉄棒に引きつけて。できましたね。ええ、そうです。それが逆上がりです。こんな簡単に。なんだかショックです。ですから、私は一人で練習しますから。あなたは帰ってください。抱えないでください。わかりました。練習手伝ってもらいますから。あなたは横でアドバイスしてください。行きたくないな。絶対できるようにならないし。お母さん、おはよう。あれ、どうしたの？慌てて。え、ランドソル行きの馬車が止まってるの？ランドソルが大雨で街道が濡れてて馬車が走れない。そうなんだ。あ、それじゃあ鉄棒の練習はなしだよね。だってランドセルに行けないんだもん。仕方ないよ。うん、あの人に特訓は中止って連絡しなくちゃ。お母さん、遠距離通信魔法をしたいの。魔力でサポートしてくれないかな。通信魔法は難しいから、一人だとうまくできなくて。あ、聞こえますか？私、強化です。今、通信魔法を使って話しかけています。そちらはすごい雨のようですね。雨音がこちらまで聞こえますよ。あの、今日鉄棒の練習をする約束でしたが、行けなくなってしまいました。雨で馬車が止まってしまって、ランドソルに行けないんです。本当に残念です。とっても練習したかったのに。でも馬車が止まってしまったんですから、仕方ないですよね。それでは。え、あなたがエルフの森に来る？ですから、馬車が止まってるんですってば。ランドセルからこちらに来ることも。あれ、聞いていますか？もしもし、魔法が切れちゃった。遠距離通信は高位魔法だから、相手が動くと通信できなくなっちゃうんだ。きっとあの人が移動して。移動？
まさか本当にここに来るんじゃ。歩いて。だけどランドソルはすごく遠いし、大雨らしいし、街道はひどく濡れてるらしいし、いくらなんでも。でもあの人ならもしかして。変な人だけど優しいし、常識ない人だけど優しいし、ぼーっとしてるけど優しいし、優しいし、私まさか本当に来るとは思いませんでした。何時間歩いてきたんですか。それでは鉄棒をやろうって。ですね、実は。見本を見せる。ですから、私実は。逆上がりができなくなってる。どうしたんですか。やっぱり疲れて。怪我をしているじゃないですか。ぬかるんだ道で転んだんですか。もうバカなんですから。本当にバカの人です。でもありがとうございます。いいですか、逆上がりはこうやってやるんです。どうですか、これが逆上がりですよ。驚いていますね。実は私、逆上がりができるようになったんです。あなたがここに向かっているって思ったら、私いても立ってもいられなくなって、私があなたのためにできることは何だろうって思ったら、逆上がりしか思いつかなくて。ずっと練習してさっきできるようになったんです。何を言ってるんですか。お礼を言わなくてはいけないのは私の方です。とりあえず私の家に来てください。怪我の手当てをしましょう。でも夜遅いですから、これからランドソルに戻るのは危険ですね。馬車も止まっていますし。仕方ありませんから、今夜は私の家に泊まっていってください。でもエルフは閉鎖的ですから、お母さんたちに見つかったら追い出されてしまうかも。お母さんには内緒で、私の部屋で泊まってもらうしか。でもそれはだけど他に方法が。諸君、ご飯。諸君、手をつなぐです。これ、いらっしゃいませ。行きましょう。
きましょう。駄菓子屋なのにゃ。我がギルド、バイスフリューゲルの知名度向上のための活動なのだがな。ここ前は人気レストランだった場所にゃ。お家賃高そうだにゃ。駄菓子の収入だけで払い切れるのかにゃ。うう、一応お客さんも増えてきているし、ギルドメンバーが増えればギルドの収入も順当に上がっていく予定なのだ。だがその、あ、お客さんだ。いらっしゃいませ。ここにドエスさんの気配があって、クグはいても立ってもいられず。そなたがここに？それはクーカのセリフですよ。モニカさんこそなんでここに？まさかクーカを置いてギルドハウスを引っ越す予定だったんですか？これはギルドハウスを巻き込んだ究極の放置プレイ。クーカに内緒でドエスさんが仕組んだとしか。いや違う、違うのだが、半分間違ってはいない。まだ秘密にしておきたかっただけだ。驚かせたかったのだ皆を。立派なギルドハウス出張所にしてからの方がきっとかっこいいだろうと思って。なるほど、そういうことなら空間は待ちますよ。秘密を抱えて張り裂けそうな心を土井さんが見下してせめて。ド M、 たくさんありすぎて選べない。これはやはりドエさんの采配。迷う空間を見て楽しむつもりなんですね。いや、そうじゃないと思うが。この人、虐げられるのが好きなのかな。君、そういうのを選んであげたらどうにゃ。そうだな、飛行ならどれを選ぶ。さんが選んでくれるならクカはどれでも。最高に恥ずかしめられそうです。感動3000倍。新たな世界に挑戦しているところ、こ
ですね、モニカさん。またドイツのラインナップ。なんか複雑な気持ちになるな、その一言。まあまあ、思考は人それぞれにゃ。みんなそれぞれいいところがあるにゃ。ひとくくりにされてもそれはそれで複雑だ。でもさ、このお店が最高なのは分かってもらえたよね。分かりましたとも。その身をもって思い知らされました。今も体の奥に震えが。さっきから何度か言ってるけど、ド S って何？それはですね、世の中で核も奥深く罪深く甘美で。わあ、クーが説明するな。確かに。いや待て、それは承服しかねる。私が借りた店なのだ。そこまで気候に甘えるわけにはいかん。支払い日まではまだ余裕がある。呼び込みをしたり、もう少しお客さんを呼べるよう努力してみよう。噂をすればお客さんか。いや、どうもこんにちは。商売は順調ですか？そなた、誰だ？これは失敬。申し遅れましたが、ここの家主です。普段は物件の管理は人に任せているのですが、妙なテナントが入ったということで様子を見に来たのですよ。なんでも子供たちを集めておままごとみたいな店をしているとか。棒付きの飴100ルピー、コイン型チョコ30ルピー、宝石っぽいグミは150ルピー。ずいぶん冴えない売り物ですね。商売になりやしない。別にそんなのはそなたには関わりのないことだろう。それが関係あるんですよ。実はね、ここの建物を潰して新しい店を作ろうと思いまして。もういい加減ボロボロだし、おしゃれで綺麗な店があった方が町の皆さんも喜ぶでしょ。そこで相談なんですが、どうでしょう、どう立ち退いてはくれませんか？まあ、立ち退きだと？正当な手続きを踏んで私はこの店を借りている。契約もきちんと結んだだろう。ですが、残念ながら見たところ、この売り上げで家賃を払うのは無理でしょう。売り上げが低いのは重々承知している。そもそも店として始めたわけでもないからな。ですから今立ち退いてくれるのなら、契約はなかったことにしてあげましょう。支払いに苦しむくらいなら悪くない話ですよ。もしこの場所にこだわりがあるんでしたら、新しい店のオーナーに
あなたを雇ってもらうよう掛け合ったっていい。バカを言うな。バカですか。バカをバカと言って何が悪い。古い店だろうが何だろうが、そんな条件すぐに飲めるわけがないだろう。なるほど。第一、古い店だから何だというのだ。ここは町の皆に愛された場所だった。私の盟友の祖母君が守った人気の店だったんだぞ。仮に閉店した今だってこの場所を愛する人は多い。私は厨房に立ってかつてのような店を経営することはできないが、ここで以前のように誰かが集まって笑って楽しんでくれたらいいと思っている。古くからここにあるというのはそういう価値があるものだろう。そういうものを守りたいんだ。私も我がギルドもそう簡単になくすわけにはいかない。だから立ち退くことはできない。そうですか。悪い話じゃないと思ったんですがね。店も大切な場所も時とともに移ろうもの、無理に守る必要はないでしょう。子供がいくら頑張ったって無駄ですよ。そもそもあなたみたいな小さい子がお店屋さんごっこをすること自体無理が。子供ではない。はい、子供ではないと言っている。そなたが損をしないくらいに家賃を払えば文句はないのだな。それなら家賃は2倍。え、いや3倍でどうだ。月末までに必ず払ってやる。それならそなたも文句はないであろう。なかなかの冗談だ。久しぶりに笑いましたよ。その規制に免じて月末まで待ちましょう。ではせいぜい頑張ってくださいね。くそ、話は全部聞かせてもらったにゃ。感じの悪いやつにゃ。いつからそこに。私はさっきからいたにゃ。まったく商売人の風上にも置けないやつにゃ。貴族としては全財産を巻き上げてやりたいけど、まずは商売で吠え面を欠かせてやるにゃ。全財産を巻き上げるなと、一体どうやって。にゃ、なんでもないにゃ、こっちの話にゃ。それはともかくこのままじゃあいつには勝てないにゃ。何か手を打つ必要があるにゃ。そのくらい私とて理解している。駄菓子だけではダメなのだな。よし、今すぐ大々的に人を募集してギルドを大きく。それは違うにゃ。目には目を、商売には商売をにゃ。いいかにゃ、これは私の鉄の教えにゃ。商売には商売。そなた一体何者なのだ。あの時々飛空艇でランドソル上空を飛び回っている、私も一度くらい乗ってみたいと思っていた、あの。そうにゃ、いわば商売のプロフェッショナルギルド。お悩みは駄菓子だけじゃ売り上げが伸ばせないことにゃ。だったらもっと大きい商売をすればいいのにゃ。耳を貸すにゃ。コンサル？猫？あたしがこの駄菓子屋のダメダメ経営を指南するのにゃ。大船に乗ったつもりでいるといいにゃ。こんなに広い店の一角しか使わないんじゃもったいないにゃ。もっともっと場所を有効活用してバーンと稼いでやるにゃ。そう言ってもらえると心強いのだが、申し訳ないけれど
辞退させてくれないか。そこまでしてもらっても返せるものがないのだ。見ての通りの売り上げだし、人数も足りてはいない。私も商売人の端くれにゃ。ただの慈善事業でそんなことをするわけじゃないにゃ、うん、だから安心するにゃ。それならうむ、よろしく頼む。受けたまわったにゃ。うん、行きましょう。しないの？ついに我がバイスフリューゲルランドソル支部にも新たな支所ができたぞ。万全の準備で華々しく門出を迎えなくては。差し当たり必要不可欠なものといえば、なるほど、ギルドの長たるもの、礼節をおろそかにしてはいけないな。早速菓子折りを持参してご近所を行脚するとしよう。決して私がついでに神を楽しみたいからではないぞ。しないの？たまきもない。いらっしゃいませ。あ、そうだ、
子部出張所、町の駄菓子屋さん、それから猫のいるたい焼きカフェ、盛りだくさんの複合カフェ、ナッシュカッツェの完成にゃー。目標とする立派なギルドハウス出張所にまた一歩近づいたな。うんうん、これからは目標の売り上げに向かってバンバン稼ぐにゃ。何しろお家賃3倍返しだからにゃ。そうだな、負けてなるものか。その心意気だにゃ。お、それじゃみんな入ってくるにゃ。猫、うん、くへへ。モニカのこと気に入ったみたいにゃ。それともさっき食べてたおやつの味がするのかも。おい、私はつまみ食いなんて。紙
送り主はもちろんメルクリウス財団で。あら、あなた様もいらしたんですのね。よかった、荷物を運ぶのを手伝ってくださいまし。わあ、なんだその大きな麻袋は。秋野からのお祝いにゃ。中身は何にゃ。お祝いと差し入れですわ。最高級の小豆に小麦粉、それから砂糖、エリザベスパークの卵もありますわ。これで美味しいたい焼きをたくさん作ってくださいますわね。助かるにゃ。これからちょうど材料を仕入れに行こうとしてたから手間も省けたにゃ。それにしても猫がたくさんいるんですわね。このお店喫茶店ですわよね。この子たちはペットじゃなくて従業員にゃ。カフェの癒し担当として働いてもらうにゃ。猫が接客？まあ斬新ですわ。給仕をするんですの？それとも客席係を？猫はそんなことしないにゃ。けどその存在がお客さんを癒すのにゃ。シルエットの子も綺麗な瞳、極上の手触り、かわいいですわ。癒されますわ。まあドレスの裾にじゃれついて。これは癖になりそうです。のもうちの猫たちにメロメロにゃ。この店に来れば猫たちにいつでも会えるんですのね。そうにゃ。おいしいたい焼き、おいしい駄菓子、おいしいコーヒー、そしてかわいい猫もいる最高のカフェなのにゃ。うん、ああ、多忙の好みの上がこんなにももどかしく感じられるなんて罪なお店ですわ。私必ずや仕事を片付けてまた遊びに来ますわ。待っていてくださいまし。あれは、あの目は決意の目だ。そうですわ。多忙なら多忙でそのままここに来ればいいのですわ。仕事をサボる気かにゃ。いいえ、ここに来ることを仕事にすれば。ええ、我ながら名案です。ランドセル観光ツアーのルートにこのお店も組み込めばいいのですわ。そうすれば玉木さんのお店にもお客様が増えて、私も猫と戯れることができる。なんて素晴らしいんでしょう。さあ早速パンフレットを書き換えなくては。ではまた、ごきげんよう。あなた様、皆様方、行っちゃったにゃ。嵐のような個人だな。あ、忘れていましたわ。この招き猫もお渡しするつもりで来ましたの。はい、どうぞ。招き猫？その丸い猫の置物のことか。ええ、お店に置いておくとお客様や服を招いてくれるそうですわ。古来商いをする店先に置いて商売繁盛を願った縁起物だとか。お二人のお店のオープン祝いにうってつけではありませんこと。こいつ面白い顔してるにゃ。ありがとうにゃ、秋野。うむ、子供たちが喜びそうだ。早速店に飾っておくとしよう。では私はこれで。次の商談が迫っていますので失礼いたしますわ。
着物を買った時、骨董品店の主人が何か気をつけることがあると話していたのを伝えそびれた気がしますが、何だったかしら。いわくつき、呪い、扱いが難しい。きっと玉木さんなら何とかしてくださいますわ。どうした玉木。なんでもないにゃ。急にくしゃみが。誰か噂でもしてるのかにゃ。さて、この置物どこに置くのがいいだろうか。縁起物といえば高いところ。猫が落としたら危ないにゃ。足棚の近く。なんか猫たちが警戒してるにゃ。お前たちそんなに恐れなくていいにゃ。この猫は縄張りを争ったりしないにゃ。あんまり納得してくれないにゃ。ならばやはり入り口の近くがいいだろうか。そうだにゃ。そうすればお客さんも来るときに気がついてくれるにゃ。お店もできたし、たい焼きの材料も揃ったし、今日はいい一日にゃ。そうだな。私もこの店が繁盛するためにできることをやっていくぞ。それがひいては我がギルドのためにもなるだろうしな。うんうん、いい心がけだにゃ。さあ、明日からカフェナッシュカッツは営業開始だにゃ。ああ、楽しみだな。先客万来、間違いなしだ。
酬がもらえますよ。頑張りましょう。相当しようか。一瞬で決めるよ。習った通りです。これが私の役に立つで。次はノイズだ。切り開くぞ。やるぞ相棒。神奇天の超人劇。甘えていっちゃった。最後まで無断せずについてこれる覚悟はできてる。ビッグマリン王アシュラ。これが行くぜ。
件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。ニノが諸君の通り懐で温めておいたです。一緒に出かけましょう。切れぬものはないです。将軍は屋形船に乗ったつもりで安心していてください。面倒を見てる猫たちが増えてきて財政難や。たい焼きをもっともっともっと売るにはどうしたらいいかにゃ。君一緒に考えてくれないかにゃ。ということでカフェナッシュカフェにようこそ。1回目は終了いたしましたので、また次やってみたいと思います。はい、次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価をお願いいたします。概要欄プレイリストブログツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の一個でした。すごいね。残り1体。勝ちましたね。2人残し。ストーリー